にちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。雑誌や CM などで女優さんが着物をお召しになっておられるとき、すごく素敵だと思いますよね。でも自分自身が着物を着てこう出かけたりとかしたときに、ああいう綺麗な着せ方とはもう全然違うなとか、なんかあんな風に着られないなというふうに思ったり落ち込んだりしたことありませんか？本日はどなたの着姿を参考にすべきかということについてお話をしていきたいなと思います。まず結論から申し上げると、ご自身で着物を着ていらっしゃる方の着姿を私は参考にすべきだと思っています。雑誌や、CM などで女優さんがお着物をお召しになられるときは、必ず、着物を着付けてくださる方、着付け師さんという方がいらっしゃいます。やっぱり自分で着物を着るっていうことと人に着付けてもらうっていうのでは全然違うんですよね。なのでどんなに素敵な着姿だったとしても、やっぱり自分で着るのと人に着せつけていただくっていうのはね、全然違うんですよね。なので例えば自分だったら絶対に手が届かないようなところも、人に着せつけてあげるんだったら簡単に手をそこに持っていくことができますよね。それからやっぱそういうのはちょっと参考になりそうでならないかなというふうに思います。それから女優さんが雑誌など、モデルさんが雑誌などで着物を着るとき、つまり動く状態ではないというときは、モデル仕立てといって、例えば着物をちゃんと仕立ててないけれども、とりあえず着物を着ているように見せることができる仕立てというのがあって、その仕立ての場合はやっぱり着付けにもね、かなり技術がいるんですけれども、そこはこう見えないようにシワをうまく持っていきつつ、着せつけてね、雑誌などで写真が載るわけですけれども、それもリアルに着る着姿というのとはまた全然違うので、そこもあんまり参考にならないかなというふうに思います。こういう着姿がいいなというふうに思っていただく分にはね、全然構わないと思うんですけれども、そういうふうにならないというふうに落ち込むっていうのは、こう頑張る方向性が私は全然違うんじゃないかなというふうに思うんですね。最近はこう SNS だとか YouTube をはじめとして SNS などで、ご自身が着物を着ておられる方が着姿を動画に撮られたりとか写真に撮られたりとかっていうので、人に着付けてもらっている姿ではない着姿というのを目にする機会がすごく増えたなというふうに思うんですけれども、皆さんが参考にしていただくべきはやっぱりそういうご自身で着物を着ておられる方だと思うので、そういう方の着姿の中で自分の体型に近くって理想だなと思う着姿の方をまず見つけていただいて、でその方にできるだけ近づくようにお稽古をしていただくっていうのが、私は誰の着姿を理想とすべきか、参考にすべきかという意味で言うと、そこがすごく大事だなと思います。やっぱりね、何も参考にするものなく、とにかく綺麗に着られるようになりたいなと思うよりかは、やっぱりこの方の着姿、もうご自身で着てらっしゃるであろう着姿の方を参考にして、こういう風に着たいなという風に思うと、目標が目の前にできるわけですよね。やっぱりただただ綺麗に着られたいっていうと、目標がボワーってしてこうぼんやりしてしまうんですけれども、具体的な目標がやっぱりあると着姿っていうのは大きく変わっていく、具体例があるとね、このググンと伸びてくると思うので、ぜひ、ご自身で着物を着ておられるで、自分の体型に近くて参考になるな、こういう着姿がいいなという方をぜひ見つけていただいて、ご自身の着姿向上の目標にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。やっぱり美しく見せるためには様々な工夫もあるんですけれども、おとぎ話というか夢の中の着姿っていうのが雑誌だとすると、私たちが目指すべきはそこの夢の中ではなくて、実際リアルのところだと思うんですよね。そのあたりご自身の中でしっかり区別していただいて、理想の着姿目指していきましょう。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。